はいおはようございます塚原農園です今日は十二品種の玉ねぎの品種の紹介をしていきたいと思いますそれではまずは極早生と早生の品種の紹介なんですがこの2つの収穫時期はとても早くて一般的にはサラダ玉ねぎとかハタ玉ねぎとかとても甘い玉ねぎがま食べたいと人よりもちょっと収穫が早くしたいと。 言われる方向けは、こういった品種がおすすめです。まずは種の滝井さんの春一番サラダ玉ねぎ。フォーカスという品種、これ極和製になります。はたまねぎでも美味しい品種にやります。こちらは、だいたい二百三十グラムの極和摂種ということで。厚みのある変円球で、揃いが良いということ。 歯、えー、はすごく細いんですけれども首がよく締まっているので葉玉ねぎにししても美味いいということ、えー、この特徴としてはとう立ち分球の発生が少ない作りやすいということで種をまく時期は9月の上旬中旬辺りに歯種していただければ収穫期間が大体3月中下旬となっております。えー、こちらの方は東北 寒冷地などはあまり作るのは難しいとされているので暦などではこちらの方は書かれていないとは思うんですけれどもハウス栽培などうまく上手にやっていただければ種まきして栽培も可能ではないのかなと思っております、はい、続きまして「ハイパワーゴールド早取りごく早せ玉ねぎ」ということでこれ坂田の種さんの「辛み少なく」 甘みありみずみずしく柔らかいということでこちらは早くに収穫ができる極早生種ということで肉厚で柔らかい大体いい250から300ということは結構極早生にしては大きいサイズに成長しますね。 種時期がやっぱりこちらの寒冷地などではあまり栽培には適しておりませんと書かれていますけれどもこれも上手にハウスビニールハウス栽培トンネルなどを使っていただければ可能じゃないのかなとも思っておりますただ豪雪地帯ではちょっと難しいかもしれませんね9月上旬中旬に種して植え付けが10月11月収穫期が4月から5月にかけてになります。 続きまして、種の滝沢のソニックという品種になります。この早瀬の品種の代表ですね。人気のありますね。早い甘い美味しい。早瀬玉ねぎの決定版ということで、こちらを見ていきましょう。生育旺盛で耐寒性が強い。これ、すごくポイントですね。昨年のような寒波が来ても、このえ早瀬の中で。 この寒いと体感性が特にあるなど書かれているものなどはそういったものに強いです、えー、栽培が容易ということなので家庭菜の方からとても人気ですね大体いい320ということは結構玉ねぎにしては大きいサイズに入ると思います。えー、玉は高,高なのでで早取りができる和瀬州ということなので高高になりますので、まあ、貯蔵に向いてますよね高、まあ、高高になれば収穫もしやすいですし まあこれは機械とかですね、えー、なんですけれどもまたあ貯蔵もしやすい品種になっていますで切り玉なので上の方切っても貯蔵ができるタイプということなのですごくこれも人気がありますこの種をまく期間がだいたい同じように9月下旬うとありますで収穫時期が4月下旬から5月上旬で8月末まで貯蔵ができますということです はい、続きまして貝塚わせという甘うま玉ねぎになります。日持ちの良さと旨味が自慢ということでわせの代表品種になります、はい。こちら関東と東海より西で栽培されているわせの品種で人気があります。 ハタ玉ねぎ、切り玉ねぎに適しているということで、だいたい重さが二百五十から三百ということなのでえ、結構ボリュームもありますね。ただ平型になりますので、早植種の中で高だかではなくてこう平たい感じになります。でも貯蔵性があるということなので、これも結構人気がある品種になっております。発種期が同じように九月上旬に発種して、出荷期が五月。温暖地、中間地、一般地などでは五月になっております。 はい続きまして中手タイプになりますこの辺りの品種が家庭菜の方で一番作っているんじゃないのかなと思うんですがどうでしょうか今回4つの品種がありますまずこちら大ケーキというものでこれはもうロングセーラーですね家庭菜イの方からこれ市番に出荷するとか農家さんでもこれもう代表品種ですねよく太って作りやすい 貯蔵も良しということで、種の滝居さんの品種になります。遠立ちや分球が比較的少ない中手種となっております。一玉だは大体2 9 0ムということなので、ちょうどいい使いやすい大きさですね。この品種は放画が遅くて貯蔵性に優れているので、年内までの貯蔵が可能ということなんですけれども、これすごくバランスがいいタイプかなと思っております。玉は色艶が良くて、形状は高高で首部分の締まりが良いと。 いうことになっておりますこちらの種まき期間は9月中下旬から播種をしていただいて収穫期間が5月下旬から6月上旬となっております12月末まで貯蔵ができますということですはい、続きまして OP 木という品種になります種の滝井さんの作りやすい形が良い玉ねぎの定番種ということでこちらと並んで同じぐらい人気がある玉ねぎですね 二つですよね。ではこちらを見ていきましょう、はいえー、成功性で作りやすい、えー、中当てタイプの品種となっております一玉大体 320g 貯蔵力に優れ年内まで釣り玉貯蔵ができるということで、えー、こちらの品種と比べれば貯蔵ができるという面ではこちらの方ができるか、うん、少し若干長いかなとは思いますけれども大体似てるような形ですよね。えー、こちらの方は玉に近い。 高高級実で食味に優れるということです。はい、こちらの品種に限っては東北がですね発種可能なんですね。8月末から9月上旬にかけて発種した場合、収穫期間が6月上旬中旬となっております。収穫期にあたっては他の中間値暖地に限ってはほぼ同じとなっております。はい、続きましてターボ。 多種で作りやすい中手種の種のタキイサード玉ねぎになりますじゃあ見ていきましょう玉は方円球で揃いが良い一玉大体 320g 大きいですね玉太りが良く大変作りやすい中手品種となっております 切り玉から年内までの貯蔵に適するということなのでこちらもだいたい収穫時期が12月まで貯蔵ができるということで発種する時期と収穫期間に関しては他の中手の品種と同じとなっておりますはい、続きまして種の滝井さんの甘みが強いジューシー玉ねぎアトンという品種の中手の品種となっておりますこちらは名前に甘みが強いと書いてありますね見ていきましょう 肥大性抜群で中手種で、えー、方円えんきゅの大玉どりが狙える一玉 350g 歯切れがよくジューシーであー辛みが少ないというのが特徴となっておりますこの辛みが少ないというものは他の中手種に比べれば若干辛みが少ないということであって早生種に比べるとやっぱり早生種の方は甘いですねでも中手の中と比べるともう断然このアトンの品種の方が 辛みが少ないという感じですねこちらも家庭菜園の方から結構人気ですねどんな玉ねぎを作ってますかというアンケートでアトンというね答える方が結構多くいらっしゃいました家庭菜園に最適な特に美味しい良質種ということなので人気ということですね こちらの方は東北北海道の方はちょっとは種は難しいということですね9月下旬からは種ができまして収穫時期は他と同じで貯蔵に関しても12月末までとなっております、はい、この辺りの品種が家庭菜園の方々からでも結構人気の品種ある品種じゃないのかなと思っておりますどうでしょうか皆さん一度は作ったことのある品種この中であるんじゃないでしょうか はい、えー、続きまして中奥手品種となっておりますこれ種の滝井さんのネオワースという品種で貯蔵玉ねぎの本命長期貯蔵の本格派ということでこれ私も大好きな品種で一番私も作付けをしている品種となっておりますはいこちらは、えー、玉が宝円球で色艶が特に美しい 一玉が三百五十グラムということで、後からぐん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 伸びてきて、すごく大きくなるんですよね。玉締まりがよく、まあ、とても貯蔵、病害も少ないということう。貯蔵もできるし、病害も少ないということがいいですね。三月まで貯蔵ができるということなので、長く長期間保存したい方。 腰をまたいで保存するタイプというものはこういった品種がいいですね。まあ、早く収穫しても食べられるし、うー長期保存もということで、両方とも兼ね備える意味では、こういった品種を一つ選ぶっていうのもいいんじゃないのかなとも思っております。生育旺盛で、作柄の安定した、増収型中奥手種ということで、こちらの種まき期間は東北オッケですね。8月下旬から9月上旬オッケ。えー、中間値 団地などでは種期は9月中下旬で、えー、団地の方では中10月上旬となっております若干ちょっと遅いかなとも思いますけれどもまあ他の品種と同じように多種してもいいんじゃないのかなとも思っております、えー。収穫期間に関しては東北は6月上旬中旬中間地6月上旬で3月末まで貯蔵可能。 団地五月下旬六月上旬収穫の三月末まで貯蔵が可能となっております、はいえー、続きまして奥手種となっております平安球ケイという品種で種の滝井さんの品種で奥手品種となっております先ほどの寝大浅三月までと書いてありましたがこちらの方は奥手種 中奥手より遅いタイプなんですけどこちらの方が2月となっておりますねでもやっぱり貯蔵の本命種としてはやっぱりこういったちゃんときっちんとした奥手などを選ぶっていうのがいいんじゃないのかなとも思っております。い奥手種ということなので、まあ、収穫期間がちょっと遅いので、えー、だんだんと暖かくなって気候が来るに従っても、まあ、そういった「と立ち」などの分岐が少ない ということを考えるとやっぱり奥手というのは強いですねはい、方がも遅くて釣り貯蔵中の腐敗も少ないとこれいいですね腐敗が少ない腐らないとここ近年は夏が異常に暑いしまあ断冬ということもあるしいろいろな表印はあると思うんですけれども腐敗が少ないというものは貯蔵では絶対必要なことですよね2月まで釣り貯蔵ができるということ玉は休憩でよく揃い 色艶に優れた中玉ということこちらの方は東北の方も発種可能ですね8月中旬まで今ちょっとギリギリですねそして収穫期間が6月下旬から7月上旬ということ2月末まで貯蔵可能中間地温暖地は9月の中下旬収穫期間は6月中下旬貯蔵に関しては2月末までとなっております、はい、次はこちらケルタ玉という品種 ファイトリッチシリーズのケルセチンがたくさん豊富に含まれている玉ねぎになります美味しいを育てよう加熱すると甘みが引き立つ長期貯蔵ができる玉ねぎということでケルセチンは植物由来の色素成分で一般的に機能性成分と呼ばれていますということです 機能性成分を豊富に含むおいしい健康野菜シリーズですということなのでこの「ファイトリッチ」シリーズというものはいろいろな品種がこの種の滝井さんから出されてますねこちら若干ちょっと黄色みが帯びている感じ食味は濃厚ということですねすごいですね玉ねぎで食味が濃厚。 うん、すごいことだと思います熟期は奥手で玉締まりが良く長期貯蔵に向くということで東北は8月下旬9月上旬収穫期に関しては6月下旬から7月上旬、えー、保存期間は3月末まで中間地からン地に関しての発出期間は9月中旬から10月上旬となっております収穫期間に関しては6月中下旬から3月末まで、えー、貯蔵可能ということです え先ほどの中奥手の品種を貯蔵するということももちろんいいと思うんですけれどもやっぱりこのような病気に対して強いとかも含めて、えー、腐らないとか、まあ、そういったことを考えるとこの奥手品種というものは分球とか等型が立ちにくいのでこういった品種を選ぶでだければ長く保存ができます。はい、最後に 症状赤という品種で、これ種の滝井さんの玉ねぎになります。良質大玉で美味しいサラダに適した赤玉ねぎです。これ中奥手品種となっております。はい、このように色が赤玉ねぎですね。もうスライスしていただくと、中がこんな感じで綺麗な模様をしております。真っ赤ですね。ワインレッドのような色をしています。生食生サラダ。 これは本当にすごく辛みも多少はやっぱりあるんですけれども数ある品種の中でこの品種はそんなに辛みが少ない、えー、そして甘みが強い色も綺麗、えー、そして玉の一つのサイズが大体320ということで大玉になります。まあ、外の皮は赤紫色で厚みのある辺縁大玉に揃うということで、まあ、高,高よりもどちらかというと平たい感じになっております。えー、こちらも遠立ちや分球が少ないのですごく作りやすいです。 8月まで貯蔵ができるということです,すごいですね、はい、こちらも東北の方はハ種可能で8月下旬から9月上旬まで巻きます収穫期間は6月中下旬となっておりますので他の品種と似てますねで8月末まで貯蔵ができるということで中間地9月中下旬まで団地は10月上旬までハ種ができます 温暖地暖地の収穫期間は五月下旬から六月上旬にかけて八、ね、月末まで貯蔵ができるということとなっておりますはいということでいかがだったでしょうか今年はこのように品種をですね十2品種を用意させていただきました皆さん一度栽培したことある品種などありますかまたこの中で育てたことがあるけれどもうまく育たかなかった、うん、なんかちょっと 特に去年失敗されれたた方とかかいいいいっぱいいるんじゃないでししょうかコメントも多数寄せられました今年は本当に品種いろいろ選んでみたんだけれどもんなんだか大きくならなかった寒くて溶けちゃったとか、まあ、保存している時に腐っちゃったとかそういったコメントも多数寄せられたんですけれども先ほど読ませていただいた品種の特徴これを選んでいただくことによってこの玉ねぎの うーん栽培を最大限生かせるということも一つありますでまた保存ということもこの品種の特徴を選ぶということですねどのような品種を作りたいのか赤い玉ねぎでしたらこういった赤い玉ねぎを選んでいただくで保存をしていただきたいのであれば保存ができる長期貯蔵とか書かれているような品種を選んでいただく、えー、また、えー、作りやすいととにかく家庭菜園でどんな品種でもいいから とりあえず作りやすいものがいいなと言われる方はこのように作りやすいとか形が良いとか玉ねぎののの定番とか、こんな感じで書かれているももを1つ選ぶのも方法ですねえ玉ねぎはこんなにたくさん数があるんですけれども新玉とかとかよく聞かれたこともあると思うんですが葉たまあ玉ねぎとか3月とかもう早いところが2月とか。 うん、ダサい地域もあると思うんですがすごく甘いような品種を育てたいと言われるような方は、まあ、このような極早製とかね、早製とかこのような品種などを選んでいただくといいと思いますだいたい極早製早製ぐらいですね中奥手ぐらいになってしまうとちょっと辛味が強いのでサラダでももちろん食べることはできるんですけれども辛味が少なく甘みがあるというこのような品種の特徴を選んで いただくと、えー、すごく甘い、えー、生サラダでも玉ねぎのスライスにしても辛味が全くないすごく甘みを感じるような玉ねぎが、えー、収穫できると思います。はい。えー、またこの品種はそれぞれ、えー、私畑で、えー、栽培をすべてしていきます。まあこの中でどれか一つだけ選んでくださいというのはまあそれはちょっと難しいです。まあそれぞれ人の好みがありますのでその甘みとか保存とか。 作りやすいとかまあそういったもので選んでいただければいいんじゃないのかなと思っておりますまたそれぞれ品種の特徴などはこ今後動画にてこのすべて発種してきてまた植え付けそして栽培の管理とか収穫まで今年もすべて最後まで動画でご紹介をしていけたらなと思っておりますということで今日は12品種の玉ねぎの紹介をさせていただきました最後までご視聴いただきありがとうございました またよろしくお願いいたします。